はい、ということで本日もモンスターハンタークロスの実況させていただきます。私チャチャチと申します。 YouTube からご覧の皆様はどうぞ右下の高評価ボタンをポチッとお願いいたします。ニコニコ動画の皆さんご挨拶からいきます。本日化粧しながらだから結構雑談枠中心になっちゃいますけど、それでもよろしい方このまま、ご視聴ください。よろしくお願いします。はい、1個目さん、2個目さん、よっこいしょさん、4個目さん、おうさん、つんだめさん、しゅんしゅん、8個目さん、9個目さん、12個目さん、13個目さん、睡眠中さん、しょうごさん、16個目さん、みゆとさん、篠崎さん、19個目さん、みどうさん、とうきさん、ミスチル最高さん、26個目さん、27個目さん、えあさん、29個目さん、えばちゃん、32個目さん、35個目さん、36個目さん、あきりんさん。まったく休みの日の朝パラはゲームばっかりして、あんたはゲーム以外することってなんかあったっけ。花星40個目さん、48個目さん、53個目さん、ラツエ、57個目さん、カルビンベンソンさん、レンレンさん、64個目さん、千秋さん、68個目さん、アルファエさん、ベルカナーさん、ククロビンさん、82個目さん、豚汁さん、さっき豚汁飲んでたし、たっくんさん、みりんちゃん、95個目さん、96個目さん、ハルジオンさん、傍観者さん、F5 さん、日本人さん、りょうさん、クーヤーさん、すずさん、ご提案ありがとうございます。115個目さん、いらっしゃい。よーし。裸縛り面白い。ありがとう。今、すっぴんか。あ、でもね、ほとんど完成してる。あと、まつげ。まつげをね、ぬるぬるするだけで終わりだよ。足、化粧。化粧10分とかで終わるから。10分かかんないから。おいしょ。任して。あ。そういうのめんどくさい系女子だから。よいしょ。じーん。はい。ドラセラさん、122個目さんいらっしゃい。10分早いでしょ。ノリノリ。今、あと、下まつげ塗ってて、これ下まつげ塗ったら終わり。スマイケル。今日は9時半までやろうと思います。よいしょ。9時半までやろうと思いまーす。ぬりぬり。みんな朝から何してんの？裸縛りでファンになりました。ありがとうございます。はい、131個目さん、小嬢さんいらっしゃい。私今日寝てないんですけど。結局深夜放送の後寝ようと思ったら、うっかりハースストーンやっちゃって、めっちゃハースストーン面白くて、気がついたらこの時間だよね。テレビ見ながら夜勤明けか。よいしょ。おはよう。ドリチンモーラさんいらっしゃい。よいしょ。よいしょ。化粧、化粧。こんな朝から化粧してるってことは、私がどっか行くのは分かりきってるでしょ。こんな朝早くから化粧してるってことは、私が一体何をしに行くかとか、そういうのは分かるでしょ。分かんないかな。言わなきゃ分かんない。デートかな？仕事かな？センター試験かな？なんだと思う？なんだと思う？スーパーへ買い物かな？すっぴんで行くわ。すっぴんで行くわ、そんな。何この古代林トレジャーって。なんか出てたよ。古代林のトレジャー。ギノバルドじゃん。古代林じゃないじゃん。トレジャーじゃないじゃん。猫のサイレンじゃん。フェスタでしょ。はい、そうです。今日はフェスタに行くので、化粧をしています。てぃや。ただでも行ったらすぐ帰るけど。よいしょ。合コン行ったことない。行ってみたい。ソワーさんいらっしゃい。チューさんいらっしゃい。よいしょ。チャ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 。ヨシケさんいらっしゃい。チュー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 。デートだとしたら発狂します。キモ。それで、デートだとしたら発狂します。キモ。何持っていくかね。アクさんおはよう。アイクマリンさんいらっしゃい。空き瓶がないんだ。デートだとしたら発狂します。キモ。よし。空き瓶がないんだ。だって誰も突っ込まないんだもん。しょうがないじゃん。何回も言うしかないじゃん、そんなの。
誰もちょっとちょいちょい肝とか広くないとか言わないか、私本当に真剣に言ってるみたいな感じになるじゃん。そしたらカルビンテンションさん傷ついて私嬉しいでしょ。ポシャコンさんいらっしゃい、大事だから。もっと171個目さんいらっしゃい、まだだまだいけるよし行くぞ、よいしょよいしょ、エレクトリカルバトル行きまーす。じゃーん、ラギアクルス行ってきます。よいしょ、はい、175個目さんいらっしゃい。ラギアどこにいるんだろうな。7番 ?4 番よいしょ、強瓶打つか。おいしょ、ポツです。ポツしてないよ。ホラビトエッジさん、シーゴさんいらっしゃい。よし行くぞ。おいしょ、どこだろうね、どこいるんだろう、ラギアクルスさん。5番だったり ?7 番っぽいよね、でもね。カエリュウさんだし。タチさんいらっしゃい。お気に入り登録ありがとうございます。あ、いた !7 番でした。はい、こんにちは。やっハロー。ほい、よいしょー。めっちゃ溜めてはるー。よいしょ、競争薬飲むか。初見ちょうど裸縛り見てた。あ、ありがとう。よいしょ、おこちです。186個目さん、クエンさんいらっしゃい。ツーンツーン、防具何使ってる、かっこいいやつ。よいしょよいしょよいしょ、エクブジェンさんおはよう、金登録ございます。ディー君おはよう。よいしょ、クオンさん、読みにくい読みにくい。よいしょ、は、まあ私下のこと言えないけど続いてだから難しい漢字は難しい難しい漢字は難しいと思います。よいしょ、はい、正論だわー。エルオガーさんいらっしゃい。ジャストカフェ前今できなかったけどね、ジャストカフェ。よいしょーい、うまいって言われたらちょうどやりたくなるなるな、ジャストパフィー。ほい、おいしょー、しょうがないから帰る。オッケー、アイス、カタカナアイスだよよいしょ、いいよカタカナ、いいよ。よいしょ、よいしょ、苦手な武器は何ですか、弓以外お金登録ありがとうございます。あとなんだろう、涙とか女の武器はすごい苦手。うん、女の武器使われてとりあえず謝っちゃうね、しょうがない。よいしょ、気遣い5ポイント。よいしょよいしょ、レイヤーかしら。レイヤーはビッチだからクソビッチは別に泣いてもざまあですけど、ほいほい、あ、ほんとだ、右上の場合一緒じゃん、わざとじゃないよ、ちょっと待って。よいしょ、男の涙なーけなーけなーけ、よいしょ、なーけなーけってなる。ほいしょ、あ、来たまあ、何すんの、あ、あ、足置きですわ。昨日の村の性能動画 YouTube に上がってる、あげたよ、あげた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 よね、上がってるよね YouTube に、昨日のタイムシフト。よいしょ、あ、もう引きずってるや、お仕置きだね、金登録ありがとうございます。よいしょ、まことさんいらっしゃい、上がってるねだって、よし上がってます。こんにちは、なんか支給用があったから一応使ってみよう。ほい、よいしょ、ちょっと背中壊してないや、まあいっか、いいよね、終わった、おつでーす。ちょっと似てないふふふ、さん、初見は218個目さんいらっしゃい。おつおつ、ももちゃんおはよう、早いね、似てない
ファッションやってた。エビの小柄以上、ありがとうです。ズンズン、お金登録ありがとうございます。え、ワホツいらっしゃい。え、ダンベハリさんいらっしゃい。お水だけちょっとサクッと取ってきて。ごめんね、私も寝ないか。ちょっとお水だけサクッと取ってきていい？いいよ、わかった、行ってくる。もうみんないなくなってんだろうな。みんないなくなってんだろうな。とんでもねえ、待ってたんだ。おはよう。はい、236個目さん、237個目さん、おはよう。とんでもねえ、待ってたんだ。とんでもねえ、待ってたんだ。小役さんいらっしゃい。あー、おいしい。とんでもねえ、待ってたんだ。おいしい。水取ってくるって言ったな。あれは嘘だ。ピックル取ってきた。どうも。お水だと思ったろ。残念、ピックルでした。ちゃ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 。ピックル。朝からウサギとか飲まにゃいいよ、おいしいわ。おっしゃー。ピックルうまいわ。最近ビックルをやめといた、やめて出せやで。ちょっと痩せてしまったからビックルまた飲みます。よいしょ。モンフェス、私行くの昼からだからな。朝から行かねえからにゃ。みんな元気だな、朝から行くって。どうすかい、どうしようかな。ドドブランコ行こうっと。身長ね、27,800m。よいしょ。水じゃねえ、ビッコルだ。オトマイルドの名前、彼氏だし、ゲーム内にデートしてんだ。いいでしょ？高いでしょ？連休なんで元気。でけえでしょ？よいしょ。でも地球上でいるときはもうちょっと小さめにしてる。あんまり目立つのも良くないから。うん。化け物じゃないよ。天使だよ。よいしょ。地上に舞い降りるときはもうちょっと控えめな身長にしてるよ。うん。よいしょ。化け物じゃないってば。よいしょ。そう、天使だから。え、ときさんいらっしゃい。打点してなくない？どこが打点してんの？詳しくおっしゃいよ。よいしょ。失礼じゃない？そんなの、打点してるとか失礼じゃないの？そんなこと言ったらあれだよ、私のこの持ってる部屋で射抜くよ。この持ってる弓矢に弓いるよ。弓ってお前を閻魔大王の前に引きずり出してる。キキキ。よいしょ。え、288個目さんいらっしゃい。キャバンゴ悪空間へ引きずり込む。キキッ。よいしょ。よいしょ。ほいほい。あ、みんな5分前になったら教えてね。お願いします。はい、初見の動画からの303個目さんいらっしゃい。え、ゆっくりよ。やったー。そう、化け物と書いて天使と読む。あ、いはった。ドドボーランゴのおっさん。こんちゃーす。お世話になります。毎度ー。ちゃです。あんこさんいらっしゃい。よいしょ。毎度毎度。痛い。痛いよ。よいしょ。どーんどーん。コテハンいいですかね？いいと思う。ねえ、コテハンつけてもいいと思う？いいと思う。どう思う？どう思う？ねえねえねえ。どう思う？コテハンつけてもいいと思う？悪いと思う？どう思う？ねえねえねえ。どう思う？どう思うの答えて。あ、ボブさんいらっしゃい。よいしょ。ほい。よいしょ。
よいしょー。よし、募金登録ございます。いいと思う。いいって。あ、アマさんご提案じゃまーす。よいしょ、いいんちゃう、問題ないです。うん、みんなご提案ついてるから。よいしょ、ほい。私、小手半ついてる人に対してはなんて自己主張の激しい人たちなんだろうと思って、そういう目で見てるけど、それでよければよかったら小手半つけてください。なんて自己主張の強い人なんだろう。私、承認欲求が強いのかなって思ってますけど、それでよかったら小手半つけてください。いやいやさん、いらっしゃい。よいしょ、よいしょ。そうだったのか、思ってねえよ。つけずれよいしょ。今うまい人のよって、あ、私ね、平行打ちマンだから、あの、自分が打ちたいところに自分が移動する感じ。よいしょ。はぁ、痛い。絞ってくさる。痛いよ、もう痛い痛い痛い。334個目さん、なんで下半身関係ないやろ。いらっしゃい。よいしょ。よし、やばい、今日も調子がいいな。今日も私調子いいとみんなのこといじめ出すからね、みんな気をつけてね。よいしょ。小さみさん、いらっしゃい。また髪の話してる。ほいほい。よいしょ。あ、もう引きずってんじゃん。過去も未来も引きずってくー。よいしょ。よいしょ。水平打ち番は、でもモンスターによっては立ち回りが難しくなるから、ちゃんとエイムしなきゃいけない時もあるんだよね。よいしょ。チャーちゃん、ちょいちょいリスナーに嫌われるギリギリ発言すんねん。大丈夫。多分、あの、うちの、この発言で私のこと嫌いになるような人は、まずこの生、このコミュニティにたどり着いていないよ。このコミュニティにたどり着いてないよ、そういう人は。ね。よいしょ。ほい。いて。よいしょ。おこつ。はい。345個目さん、いらっしゃい。そう、理解できない人は間違いなく、女裸縛りをね、よいしょ、よいしょ、女裸縛りの動画をね、見ててね、さらにね、さらにコミュニケンっていうところのね、放送に来ててね、よいしょ、これで私のこと嫌いになる人はいないよ。310個目さん、352個目さん、いらっしゃい。今度ガンダデビューしようと思うので、おすすめの一式装備って何？え、上位だったら一式わかんないや。成り立てとかだったらマギルでいいんじゃないって言えるけど、今回そんなに一式いいのあったっけや、弓。なんかとりあえず集中つけばいいから。集中つけばいいから。よいしょ。いてて。マギルじゃないや。ランクロトラン一式でいいんじゃないですかっていう気持ちになっちゃうけどね。よいしょ。ねえ。フィリアアイスってさ、どうなんでしょうね。フィリアアイスいいけど。私もフィリアアイス噛んでるけど、あれは、なんだろう。通常弾ってイメージがあるな。私は。いけ。玉強化。大丈夫だよ。玉強化は玉だけでどうにかなるから。あの、ラングロトラだから。集中玉強化だけはつけたら。でも、弱点特攻つけたいよね。こっち今日はどの彼氏つけて出るの？この彼氏だよ。おはようございます。363個目さん、いらっしゃい。よいしょ。通常連射弓ならフィリアでいい。まあね。よいしょ。ハスト始めた。本当にハスト面白いよね。よいしょ。いいじゃない。ちょっと私が全然こいつ下手くそなのバレちゃうじゃん。バレちゃうじゃん。私、全然こいつ慣れてないのにバレちゃうじゃん。どうしたらいいの？バレてしまう。有毒性弓、拡散弓使い始めたな。ま、何しろ、弾強化、弱得、弾強化、弱得、集中の順でつけれるものつけたらいいんじゃないかな。ほい。ね、そうだよね。私はそう思います。よいしょ。なるほど。よいしょ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 。僕、この、その弓何？その弓？この弓はね、なんだっけ？ザ・キャプターの上、ザ・デザイアです。ザ・デザイア。よいしょ。ラージャンより強いと噂のドドブランゴ。376個目さん、いらっしゃい。リンゴさん、いらっしゃい。
よいしょ。じゃあ次は3番かな。よいしょ。猿年で猿を狩る。よいしょ。さっきまで竜飼ってたけど、お気に入り登録ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、なんか光ってる。よいしょ。みんな朝から元気だね。縄張りの方。あーちゃんは法人になりすぎたせいだと思ってるんだけど、ドドはやっぱり強い。それもあるよね。おい。おいしょ。おいしょ。前のエリアにいた。嘘マジでいた着地音したマジ。マジあーちゃんどうなんだろうね。猿なんじゃないの、わかんないや。ライオンいないよ。虫の矢に放ってる。いないよ。いないじゃん。いないじゃん。嘘つけ。ゴリラかな。獅子。獅子はでもさ、テオテスカトルって感じしない？うん。テオテスカトルって感じしない？獅子って。カゲロウさんやし、私、オランウータンとゴリラの違いあんまりわかんない。どう違うの？ねえねえねえ、オランウータンとゴリラの違いって何？ジンオウガ。いた。え、そう。モンフェス、行くよ、行く、昼から。昼もっとすげえ。ほんとギリギリの時間に行く。ほいしょ、またおつよい。よいしょ。ゴリラの方がめっちゃでかい。そうなんだ。なんか私ね、アメリカの映画で見たことあるんだけどさ、あれなんでしょう、野生のゴリラってさ、なんかあのすごいさ、なんていうの、繁殖期になるとさ、興奮して人間のオスを襲ってしまうことがあるんだって。よいしょ。ハイパーゴリラゴリラタイム。ハイパーゴリラゴリラタイムです。ゴリラに襲われてしまうかもしれないんだって。そう、ほんとほんと人間のオス。ゴリラゴリラタイムです。はい、ゴリラゴリラありがとうございます。ゴリラゴリラと言います。そう、マジマジだからみんなもその時期になったらゴリラのいるような場所に、例えばなんだろう、サハラとかそういうとこには行かない方がいいと思うよ。私はそれを強くおすすめする。なんでそんなことだけを。私ね、割と何でも知ってるよね。何でも知らないよ、知ってることだけ。私意外と、自分で言ったらあれだけど、意外と博識なんだぜ、無駄なことは。今何でもって言ったよね。四つん這いになろうか。何でも知らないわ、知ってることだけ。そう、翼ちゃん恋しくて愛しくて止まらない。なんだなんだんだ、結婚できなそう。できないんじゃないもん、しないだけだもんってことにする、して自分を慰める。動画見た感じは語彙力がひどい。ひどいって何？ひどいって。よいしょ。ひどいって何？褒めてんの？けなしてんの？どっち？よいしょ。じゃじゃーん。結婚してやんよ。お断りします。ぴよぴよ。よいしょ。ぴよぴよぴよ。よいしょ。お金登録ありがとうございます。じゃんじゃんじゃん。よいしょ。じゅじゅじゅん。じゅじゅじゅんじゅんじゅん。よいしょ。あれ？こいつか。こちら。耳寄りな情報。なんだろう。よく聞かないまま終わっちゃった。あはは。まあ、いっか。戻り玉少ないかな。戻り玉を交換して。そんくらいでいいや。よし。うん、ちゅるるん、ちゅんちゅん。クーンさんね、7人ぐらいいるよ。名前かぶってるどころじゃないよ。うちコミュニティ4万人超えてんだから、クオンさんいっぱいいてもおかしくないやん。
なんでいつも小麦粉にしてんの？追い出しを減らすためという建前の中、あんまり目立たなくひっそりやりたいからです。よいしょ。変な人来る。だってさ変な人来たら嫌じゃない？お金取ろうかじゃなくて、ただでさえ生主が変な人なのに、これ以上変な人来たらさ、収拾つかないじゃん。にゃ、そうでしょ。だからコミュの運営を円滑に進めるために、主は変でもリスナーさんまともな人に来てもらわないと困るんですよ。わかる？だからコミュ源にしてる。わかるか？よいしょ。賢明な判断だと思わんかね、明智くん。よいしょ。ちゃんちゃんちゃちゃん、ルイはともマンマムさんいらっしゃい。変じゃない人いたんだ。え、じゃあもともと収束して、しまくってんじゃん。え、面白くないの？面白くないって言うのか、お前らは。私のこの生放送を面白くないって言うのか。お前らが面白くなくても私は面白いけどな。あ、家の子さんいらっしゃい。お前らがどう思ってるか、私は面白いからいいけどな。ふーん、お金取ろうかじゃます。よいしょ。よいしょ。お供の色合わせてないんですか？お供全員同じ色だよ、真っ黒。よし、チュ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 ン、かわいいでしょ。そう、今ね、怒ってる、プリプリって怒ってるふりして、それでみんなの、なんだろう、求心力を高めようという、そういう算段でございますでございますわ。まいごさん、こにさん、のらさん、いらっしゃい。よいしょ。チュッチュッチューン、チュッチューン。よいしょ。はい、やはりな、やはり可愛すぎたか。あ、もろこしだって。あ、もろこしってか、でももろこし作れんのかな。よし、もう戦闘されてるから面白いわ、真顔って。よいしょ。はい、520個目さんいらっしゃい。チューン。ね、ほうもろこしだよね。トウモロコシ面白くない？見た目好きなんだけど。よいしょ。トウモロコシ面白い。見た目可愛い。シロさんだったら作ろうかな、トウモロコシ。採取用にだけど。よいしょ。レイポキーさんいらっしゃい。トウモロコシ。なお、性能は見ない。ホリホリ用だから、わし。525個目さんいらっしゃい。ほらほら、行く。ピーやー。音も違うんだ。竹竹。あー、白いちか。じゃあ、うんこだね。うんこ。うんこブリブリ。ほろろろ、ほろろろろ、行きます。やんだもん、埋めてるよ。よいしょ、頑張ってるよ。ほろろろ、ほろろろ、行きます。よいしょ。よいしょ。筋トレからでも。おお、朝からデートでござるよ、ほろろほろると。アイシンさんの朝、お気に入り登録ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。眠い。眠いけど今から寝たらフェスタ行けない。フェスタ行けない。行くしかない。よいしょ。あ、暴れ打ちつけてくるの忘れたな。3番か。でも逃げ食いなんだよね。3番にもいるけど5番にもいそうだよな。ねえ、ロとかルが多いよね。ほんと。ほろろろろろろ。3番いないよ。あ、いた。こんにちは、ほーろちゃん。こちゃーす。お世話になりまーす。ほい、よいしょー、ほい、よいしょー、ほいっと、よいしょー、よいしょー、どっせー、よいしょー、おっしゃー、落とした、えらい、えらい。よろしく。はい、新規さんのさあ、金登録ございます。ほいしょ。ほいやー。かっこいい。はい、
でそう、会える40人ぐらいいるんだけど、全部彼氏って名前にする。ほいしょ、かっこいいね。やっぱホロロモデルかっこいいよね。おっしょー、金登録ありがとうございます。ほわ、あ、しまった、やってしまったぜ。いたててて、どこだかどこだ、よいしょ、闇の炎に抱かれて消えろ。オッケー、終わった、あはー早かった。よいしょよいしょ、私チャチャチャと言います。よいしょ、あ、ゲンジさんいらっしゃい。チュチュチューチュチュチューチュチュチュー、さすがやで、さすがカイやで。よいしょ。チュチュチュー。はい、動画からの556個目さんいらっしゃい。よいしょー。ホロロかっこいいけど武器は強いのに、防具がな。見た目でしょ、防具は。よいしょ。シップさんいらっしゃい。早いねー。早かったね。よいしょ、よいしょ。いやいや、これあれだから。上位武器だからさ。ね。サクサクってしてるだけだから。561個目さん、562個目さんいらっしゃい。よいしょ。チャーク難しいらしいね。っていうかみんなスラークマジ強いらしいじゃん。イカさんいらっしゃい。スラーク壊れ性能だって聞いたんだけど。スラッシュソードね。スラークの剣バージョンがめちゃんこ強いっつ噂じゃん。今作は弓も拡散芸なんですが、今回はね、連射っぽいよ。テオテスカドルの。よいしょ。566個目さん、567個目さんいらっしゃい。それでも私は、拡散が好きだから使ってるけど。今回は連射っぽい。よ。ホロロもう一匹どこにいるんだろうね。いないね。よいしょ。ああ、デザイア最強じゃないんだよな、実は。あ、いた、いた。こんにちは。お世話になります。ほい。あ、早かったかー。電車なら買ってみる？もしかしたらまた逆転するかもしれないが、それはごめんね。逆転したら。今のところ連射連射って言われてる。よいしょ。拡散や強化が強いのは倍率だから、結局その倍率モーション値やったら、連射の弓の方が、連射弓が爆破だからさ。何でも強いじゃん。何でも強いみたいな。だから弓属性に、弓属性じゃないや、竜属性に、弱い敵だったら、デザイアが一歩リードするかもしれないけど、そうじゃないやつ、竜属性が通らない敵の方がどちらかといったら多いじゃん。その場合は、全然、爆破属性のテオテスカトルの弓の方が勝つらしいよ。弓属性、竜属性。間違えても578個目さんいらっしゃい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。シャーク、縦、赤で切り方わからない。私、シャーク全然わからん。全然わからん。よいしょ。シャーク、私だって、ドスゲネポスでしか使ったことないからわからん。どこ行くんだろうね。前が前ありがとう。587個目さんいらっしゃい。じゃあ、物知りで間違ってるかもしんないよ。よいしょ。間違ってもしかも知らないから、私を信じるかどうかは自己責任でお願いします。よいしょ。しかも私たまに全力で君らのことを騙しにかかるからね。よいしょ。よいしょ。スキル見して。なんで？よいしょ。なんでなんで？よいしょ。ほい。よいしょ。はい、おったー。594個目さんいらっしゃい。チュチュチュ、スキル見せてって言ってる人ら、ちょっと画面をスクロールすると幸せになれます。少し画面をスクロールするととても幸せな気持ちになれます。よいしょ。チュチュチュ、画面をスクロールすると幸せになれます。そしてタグを見てください。お願いします。
607個目さんいらっしゃい。えろフィーバリットダーリン、そう、そう、遠慮してるの。もかちゃん、おはよう。よし、みんさん、いらっしゃい。生で出そう思ったら出せるけど、あんま出さへんようにしてるだけ。よいしょ。今、生らしてみた。毛皮は穴だらけやで。お布団ね。てか、色綺麗だよね。ホロロホロロって、やっぱり。よいしょ。野生の彼氏ゲット。愛してるからこそ弓でハート打ち抜くんですね。よし、こさんいらっしゃい。絶対、関西弁可愛いかなぁ。あんまり好きじゃないんだけど。お新しい狩り技を習得しました。らしいよ。よし。よしよしよし。エマは？あと1クエやる。あと1クエやる。1クエ埋めよう。1匹クエにしよう。ない。じゃあブルハンゴ10頭いきます。もさみよさんいらっしゃい。いいよー。ちちちちち、そう、もう9時半になっちゃうから、あ、きついのは構わないんだけど、今ちょっと時間調整で、むしろきつい方が好きだな、私は。ピーヤーピーヤー、うん、弓でザコ狙い定めづらくて嫌だな。それはわかるわ、すごく。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれ、この子だっけ？この子10匹だよね。よいしょ、剣心の、ご婦人方10匹だよね。ご婦人方10匹。あ、間違えたじゃん。ちょっと誰？今、戻り玉使ったの誰？間違えたじゃん。ちょっと誰？ねえ、あたしか。あたしだ。やってしまったー。よそ見しちゃった。なんかカタカナのクオンっていう人がすげえ鬱陶しいと思ってて。さっきからなんかカタカナのクオンっていう人がすげえ偉そうで、もうこいつ、そろそろ NG 入れてやろうかって思ってたら、ちょっと間違えて戻り玉使っちゃった。ああ、やっちゃったな。なんか超上から、コメントが超上からでさ、なんなのこいつと思って、さっき黙っちゃったよね。よいしょ。NG 戻り玉、そう。でも私は天使だから、慈悲の目で、慈悲の目で見ることにして、ちょっとやめた。よいしょ。行こう。次。あ、どこからいらっしゃい。656個目さんいらっしゃい。よし。よいしょ、よいしょ、よいしょ。寒いとこにはいなそうだよね、ファンゴね。いないよね。いないな。意外とね、洞窟の中って寒いんですよ、設定的に。だから、多分。よいしょ。だから、あ、いた！いるわ！全然いるわ、びっくりした。 3DS の配信ってどうやってするかわからない。あ、Google 先生に聞いたら、何でも教えてくれる。あの人めっちゃ優しいから、何でも知ってるよ。よいしょ。はい、はい。にゃ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。あ、そうなんだ、寒冷地適応。あ、そういえばそうだよね、雪山。
雪山でもいるもんね。よいしょ。あ、カララじゃらな。ね、何回聞いても同じこと教えてくれるグーグル先生、マジ天使。よいしょ、そのための怪我は。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。あと何匹だろう。何でもは知らないわ。知ってることだけ。よいしょ。あと3匹かな。あと3匹。よし。黒人だったー。あら、おしゃぶんさんいらっしゃい。よいしょ。よいしょ。来い。よいしょ。あれ、あと一匹いてくれたら楽だったんだけど。わかんないかー。もしか僕にとっての癒し ?670 個目さんいらっしゃい。うわーんヘビおる、ヘビ。ヘビおる。よいしょ。もしかわいいよ、もし。よいしょ。よし、よし。よし、よし。これ沼地だね。池沼じゃないね。ミケさんいらっしゃい。よいしょ。あ、ダメだ、いない。困ったなぁ。2番いたらいるかなぁ。2番いってみよっか。よいしょ。よいしょ。やつ感半端ない。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よし !2 番。いた !2 いたねー。ほい筋トレかざまーす。おいしょー。さっき戻り止め使っちゃったからなー。歩いていかないといかない。よいしょ、よいしょ。麦があるところ？チュルチュルチュンチュルチュンチュンチュルルニュン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 いいよーチャンチャンチャチャンチャチャンチャラララナン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 あったチュルルルチュルルルいつはんとおみあっためっちゃ埋まったくない？ねえみんな、そう思わないかい？この1時間でめちゃめちゃ埋まったね。ガッツリガッツリ埋まった。ねえ、朝早いよ、タッチャーさん。ナイス麦の猫、ごめんさんいらっしゃい。麦にしか見えてない？よし、なめっちゃ埋まったな。マジガチ集中モンハンしちゃった。久しぶりね。よいしょ。できる女は朝からすごかったぜ。よし。あ、そうだ、私あれ。髪留め、買おうと思ったのに忘れた。髪留めるピン買おうと思った。まあ、いいや、こうみんな買おう。いきに。え、グスタさん、乱と両、うん？なんだっけ？ま、両チームし？また、読み方忘れちゃった。いらっしゃい。雑談目、今から雑談目。今ちょっと髪の毛整えるから。もう化粧終わってるけど、次髪の毛整えるから、今から雑談です。よいしょ。で、それでその時に髪を整える時にね、ピンを買おうと思ってたんだけど、髪整えるための、ピンを用意しようと思ったら、ピンを買うのを忘れてた。忘れてたよねー。忘れちゃってたよねー。悲しいなー。ここまでかな。前髪の領域は。よいしょ。
4。こんにちは。え、たちみはや36個目さんいらっしゃい。ピーヤー、いや、私いろいろ忘れんだよね、いつも。よいしょ、ちっちゃい頃から老化してる。よいしょ。はい。724個目さん、セレポタさんいらっしゃい。うわー、ここ曲がってるな。髪の毛まっすぐにしないと。きゃー、めんどくしゃ。これはこっちの髪だ。よし。今から髪をまっすぐにします。前髪とかをね、まっすぐに、まっすぐに整える作業をしなければいけない。なぜなら、おしゃれさんだからです。おしゃれガールだからです。My name is おしゃれガールだからです。よし。密室に行けばチャーちゃんがいる。チャーちゃんね、いるけど話しかけたら、みんな、チャーちゃん、幕張メッセ今から行くかよ。話しかけてきたら、すごいオブツを見るような目で見て、オブツを見るような目で、チラッと見て、あとね、逃げ去るからね。乱闘、乱闘、領主か。オッケー。うん。今日フェスタで、モンハンフェスタ。イクトさんいらっしゃい。みんな、気軽に話しかけてね。モンハンフェスタだったら。モンハンフェスタでチャーちゃん見かけたら気軽に話しかけてね。そういうオブツを見るような目を見。で、君のことをチラッと見た後に、さっそと逃げ去っていくから。あと、警備員呼ぶ、警備員。あと、警備員呼ぶから。745個目さんいらっしゃい。すいません。警備員さん、変な人が話しかけてきて。めっちゃ怖いんで助けてくださいっつって。そうだね、蜂蜜くださいって。なんで皆さん気軽に話しかけてくださいね。皆さん、なので皆さん気軽に話しかけてくださいね。こいつ本当に話しかけてきたよ。空気読めねえな。そんなんだから、中学校までは、小学校までは勉強ができて、中学校までギリギリついてこれだけど、いい高校に入った途端落ちこぼれになってなるんだよ、お前みたいなやつは。お前みたいなやつは、それだから小学校の時はとても勉強ができて、進藤だって言われて、中学校の時もなんとか上位20番以内に入ったけど、高校に入ったら、途端に落ちこぼれて勉強をしなくなって、そして、いい大学に入れないで、でも大学入ったっていうだけで、高卒の人たちをバカにして、そうやって生きていくから、いい人生を送れないんだ。わかるか？お金登録ありがとうございます。よし。泣かないで。今日大会だよ、もかちゃん。あ、あけおめいらっしゃい。中学校行ってないの？いや、私、ちゃんと、いい大学は行きましたよ。私は何度かギリギリいい大学は行きました。ただ、その後ゲームにハマってしまったが、いい大学、いい企業に就職しましたが、その後に思いっきりゲームにハマってしまって、今このざまです。でも割合的に多いみたいだね。小学校、中学校は勉強できたけど、高校になってついていけない人は結構割合多いみたいね。そこで挫折を初めて味わっちゃうんだよね。でも学生のうちに挫折を味わっとけばね、後でいくらでも集積いくからね。むしろ賢い選択だと僕は思います。辰巳への39個目さん、高菜さんいらっしゃい。このざまっていいじゃない。よくない？ゲームやってさ、楽しくさ、人生生きてたらさ、楽しそうじゃない？みんな羨ましいんだろ、本当は私のことが。本当はみんな私のことが羨ましくてしょうがないんだろ。そうだ、そうに決まってる。よいしょ。じゃん、チューチューチュー。あ、まっついやん、食べなさい。よいしょ、じゃん。羨ましいだろ。いい人生歩んでるだろ、私は。そうだと言ってくれよ、バーニー。そうだと言ってくれ、バーニー。チー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 。よいしょ。大
大学で挫折を味わったんです。大学はね、勉強しかしなかった。いや、サークルとか入っといてもよかったかなって思ってて。よいしょ。私はもう、勉強ばっかりした。よいしょ。そこで今考えたらちょっともったいなかったかなと思うんだよね。あと東京の大学に入っとくべきだったな。地元の大学入ってたからな。よいしょ。どうして東京に出てくるつもりがあったのであれば、東京の大学行ってた方が知り合いとかも多かったし、ね、そこはちょっと選択ミスったかなと思うな、我ながら。よいしょ。ずー、30歳独身の言葉は重いぜ。よいしょ、よいしょ。私、大学でね、全然喋んなかったもん。黙々と勉強してたし、うん。黙々と勉強してたから、ほとんど喋らなかった。だから、友達とかも全然いない。全然いない。できすぎくん、812個目さんやし。友達はモンスターハンターだったからさ、うん。そんな、友達と呼べるような。人はいなかったよ。だから私、高校の友達はいるけど、大学の時の友達って数えるほどしかいない。ずっと黙っ、ずっと一生懸命勉強に逃げてたから、人と喋るのが怖くて。ズルル、目から涙が。じゃんじゃんじゃん。泣かないで、私泣かないで。私が泣いたらリスナーさんなんて、もっとかわいそうな体験をしているリスナーさん、童貞のリスナーさんたちがかわいそうだから、ちゃーちゃん泣かないで。ちゃーちゃん悲しい思いをしたけど泣かないで。もっと悲しい思いをしてきた、虐げられてきた童貞のリスナーさんたちがかわいそうだよ。よし。じゃーん。チュンチュンチュン。ジミーさんお答えになります。うん、もう今日はこれで終わりにする。今日はこれで終わりにする。わしは、うぐぐ。じゃーん。わしはこれで、今、髪の毛もきれいに、きれいきれいしたし。うん。どうしよう、どうしよう、モンハンフェスタで彼氏できたらどうしよう。ねえみんな、チュルさんいらっしゃい。ねえみんな、私モンハンフェスタで彼氏できたらどうしよう。なんか素敵な、あれ素敵なさ、すごい素敵なザンギエフが話しかけてきて、すごい素敵なザンギエフが話しかけてきて、チェチェチェさん、僕と結婚を前提にお付き合いしてくださいとか、うわぁ、どうしよう、どうする、あぁ、どうする、ザンギエフが、ジェンさん、僕と結婚してくれ、あぁ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、うわぁ、楽しそう。え、でもさ、別にザンギエフじゃなくても、ザンギエフじゃなくてもいいんだよね。リスナーさん、リスナーさん、例えば今見てくれてるリスナーさんがわざわざ私に会いにモンスターハンターフェストまで来てくれて、それで、俺、チズズさんのことを一生幸せにします。誓います。なので、僕と結婚前提に付き合ってくださいっつって言ってきたら、どうしよう、おむつを見るような目で見て、舌打ち、チッって舌打ちして、すぐに目をそらそうかな、どうしよう。よし。ということでね。あ、ブランカもあるかもしれない。チッって。はい、フェスタで見かけたら、気軽に声かけてください。お待ちしてますね。うん。ただ、一緒に回ってる人とかの関係でね、ちょっとお時間取れない時もありますが、よかったら、よいしょ。話しかけてください。よろしくお願いします。
ということで今日も来ていただいた常連さん、すけんさん、また明日もお待ちしておりますね。お疲れ様でした。またね、バイバーイ。よいしょ。おつおつおつだよ、おつね、みんなおつ。今日も来てくれてありがとう。今日も長いな、お前な。お前今日も顔長いな、ほんとにな。お前ほんと長いよな。なんでいつもそんなに顔長いの、ね、この人さ、ねえ、思わん？この人めっちゃ顔長くない？なんでこの人こんなにいつも顔長いの？この人なんでこんなに顔長いの？よいしょ。お疲れ様でした、皆さん。お疲れ様です。この人顔汚い。今度は顔汚くなった。顔汚くなった。これもう汚い汚い。違うの、この人半年ぐらい毎日顔長いの。顔長い人で覚えちゃった。よいしょ。長い長いし汚い汚い。汚物を見るような目で見よ。皆さんごつーでーす。来たー。ご飯食べるの？フランスパン食べ過ぎかな。フェスタ楽しんできます。ありがとうございます。あつあつ、またいつもの最後の最後に1位な。みんな行ってくるよ。みんなも気をつけてな。よいしょ。チュンチュンチュン。髪の毛ちょっと下すぎたかな。ちょっと髪切るかな。どうしよう。まあいいか。行ってくるー。のし。 YouTube からご覧の皆さんもどうぞ右下の高評価ボタンお願いします。行ってきます。